山本由伸の1年目2軍成績何度見てもおかしいわらわら。8登板、2勝0敗、33.2 回、本塁打0本、1球2、奪三振28、自責点1点、防御率 0.27。化け物定期。これがドラフト4位の高卒1年目。そら無双しますわ。地球2個、防御率 0.27、ここほんま化け物。甲子園出てたら4球団競合ぐらいになってたんやろな。高校生の山本由伸くん、甲子園出てないです。変化球はスライダーくらいしかありません。マックス152キロです。詐欺だろ。由伸、スライダーだけじゃ厳しいな。カットツーシームカーブフォーク覚えたろ。リアルパワープロやろう。山口隆史とかいう神スカウト。野球太郎の評価。これ変化球もられがちよな。このスペック見たら普通にドラ1級やけどな。球の速い桑田やな。怪我で社会人行きの噂出たけどスカウトが無理やりねじ込んだらしい。こんな化け物が眠ってるんだからドラフトって面白いよな。オリックスのドラ4とかいう魔境。サイヤング賞取れるのは山本しかおらん。